サウンドオフからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社サウンドオフ総合プロデューサーの佐竹真一さんです。佐竹です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、防音装置の整ったスタジオからお送りします。私なんかさっきから変だなと思ったのは、うん、普通に話してたらなんかすごい声が吸収される感じがして。そうそう、デッドなんですよ。そうですよね。そうそう、周り全部覆われてるんで、うん、覆われてるんです。だからすごく変な。これは声取れてるんでしょうか。大丈夫なんですよね、これ、これで多分間違いなく逆に声は取れやすいかもしれない。なるほど、そうですか、うん、混じりっ気のないよ。ただ普段やってないことでやっているのは、うん、はい、暖房がついていること。暖房がついて普段はこう音もこの音もないんですよ。あ、シュンとちょっと聞こえるかもしれないですね。すいません。とんでもない、よろしくお願いします、はい、します。なんでスタジオかというところも含めて、そうね、場所の説明も含めて、じゃあ、まあ早速いっちゃいますね。ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃん、じゃん。年に一度のカラオケアワーズ、スクールやってよと言われて、多様化してきたニーズに合わせて。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、で、サウンドオープからお届けということでご紹介しましたが、こちらサウンドオープってどういう場所なんでしょうか。ですね、基本的にはミュージックスクールなんですよ。ミュージックスクールなんです、はい、ここ。はい。はい、で、ボーカルを教えたり、教えたり、はい、ギター、ベース、はい、キーボード、こういろんなものをこうちょっと教えたり、うん、ここはね一番大きい部屋で、ドラムセットとかキーボードとかギターとかやっぱゴロゴロしてます。はい、リハーサルができるようにここはしてあるんですよね。で、はい、まあ、ここでも、もういわゆる隣にミキシングルームがあって、そことつながってて録音ができるようにはなってます。うん、なるほど。はい、この他にも本当に歌のレッスンするようなお部屋がちっちゃいのがね2つありますね。はい、はい、そのような、まあ、ミュージックスクールなんだよということなんですけれども、うん、ここではだからミュージシャンを育てたり、うん、あとナレーターを。そうですね、私自体がナレーターでもあるんで、はい、それでたまたまなんですけど、逆にそういうのナレーションだとかを習いたいっていう人も来たりするもんですから、うんうんうん、そういう人にはな教えたりとかっていう形ですね。うんうん、やってます。はい、歌を習いに来たいってね、うん、ここの門を叩く人って、うん、自分がアマチュアでって声を磨きたいのかもしれないし、うん、本当にその本格的にデビューしたいなっていう夢を持って練習しに来たりしてるのかなと思うんですけど、うんうん、どうですかね、どういうきっかけで自分で探してたどり着くのかしら。そうですね、探してたどり着く場合と、うん、まあたまたまなんかの知り合いが、はい、知り合いから私とそのなんかそちら側のなんかネットワークがあります。ネットワークが、まあ、あそこにいい子いるよそうだね、評判の子いるよみたいな。そうですね、そういうところからまあ誘ったりもするし、逆になんか習いたいんですけどって言ってきてくれる場合もありますね。はい、探してね、そう調べて、そうです、ここにたどり着く子とかがいて、はい、歌を教えてあげていると、うん、で今日の一つ目のキーワードにさせていただきました、うん、年に一度のカラオケアワーズってね、このご紹介をさせていただきたいと思います。高橋グループさん、またそのうち紹介してください。ね、あ、わかりました。カラオケ の, 歌屋とかね、うん、スリラーカラオケのカラオケグループ の,、うん、高橋さんと年に1回ねやってるんですって、はい、これもうすごい大掛かりだそうでね。大きいですね、うん、もうね7回やりました。7年やったんですけど、はい、そうですね、今年はやっぱり応募人数が600人。600人、うん、札幌だけじゃないんですもんね。何か、あ、もう道内5カ所でやるんですよ。はい、あと帯広、北見、旭川、室蘭、札幌、うん、この5カ所。5カ所、はい、5カ所で応募して、うん、募集をかけて、それで600人集まって、最終的にねこのアワーズで最終選考に残るって何人ぐらいでしたっけ。うん、20人ぐらいですね。かなりの狭き門じゃないですか。もう結構思ったよりがずっと狭き門になっちゃったんですよねすごいですよね。はいはい、もうカラオケ歌好きが集まってその600人中20人って言ったら相当かと思うんですけど、うん、これまたね商品が良くてですね、最後ファクトリーですもんね。ファクトリーです、うん、札幌ファクトリーのアトリウムですね。アトリウムで、はい、あそこのステージで歌うんじゃ気持ちよかろうね。ねえ、でしかもものすごい観客の数ですからね。はい、多分なんかで
データで確か700、800最高に多い時はいるらしいです。はだからその前でやっぱり歌うっていうのはね、やっぱりそうある機会じゃないかな。そうある機会じゃないでしょう、うんはい、素人の人がそうですよ ね、うん、なかなかないと思うんですが、うん、あのそういうこともあります。そしてまたその中からスターが生まれたりもするかもねという、うん、そうですね、一般の方にとっては貴重な機会ですよね。そうですね、うん、はい、やっぱり素人でも上手い人多いでしょう。いや上手いですよ、ね、近頃は、うん、だからそこの上手いっていうこととそのまたちょっとそのなんか世に出てくっていうのはちょっと違ったりする部分もあるから、そこら辺がまた難しいところなんですけどね。佐竹さんがピピピッとくるなんかポイントってあります？そう歌ってる子見て、あこれは僕育ててみたい。やっぱりまずはそのやっぱりこうパンとこうやっぱ光ってる、こう外向きな人がいいですね。はあ。内向きではなくて外向きの人です。はい。そうするとなんていうのかな、うん、ここ自分の周りだけで終わってなくて、これそのなんか伝えたいっていう気持ちがこうバーッと外に向いてる人のやっぱりこうビビッときますよね。なんかぼやんとしながらもですね、うん、いっぱいいろんな人見てるから、うん、あえて言うとまあこういう表現になるらしい。そうだね、そうだね。顔とかこういう子とかいくつぐらいのとかって言うんじゃないみたいな。だからまあ声聞いて、うん、あこの子とかありますよ。声あります。声はやっぱり重要なファクターの一つなので、うん、そのまあ何て言うの、業界的に言うとっていうか、うん、その変な声とか言うのも逆に褒め言葉だったりするわけですよ。あなるほど。特徴があるっていういい声っていうのもあるし、なんか味わい深いみたいな、そうそう、微妙にあのちょっと引っかかるような微妙な変な声がいいんだよねとかっていう話し方とかよくしますね。へえ、はい、そうなんだ。磨きがいのあるというきっと、そうですね、素材があるんでしょうね。はい、あると思います。そんなわけでサウンドオブさんではですね、あの歌い手さんとかナレーターさんがですね、あの喉を声を磨いていくというね、ミュージックスクールだというところをまずご紹介したいなというふうに思いました、うんうんうん、さあじゃ あのなんでこういうスクールをやるようになったのかというあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらになります、うん、じゃん。